械学習技術のロボトキクス応用、そしてそれを通じた人間の認知発達モデルを研究している緒方哲也です。私の研究は、人工知能と皆さんが今呼んでいるものの中でも特にディープラーニングと言われている機械学習の技術、これをロボットに利用しようという研究をやっています。機械学習の技術なので、これを使ってロボットが自分の運動とかタスクを学習する、もしくは人間とコミュニケーションをするという、そういう研究です。これはもちろん産業応用という側面もありますけれども、実はそのバックグラウンドには、学習をするロボットというシステムを通して人間を理解したい、認知システムというものを作っていきたい、これがもう一つ大きな研究テーマです。このテーマ特有の難しさというのは、ロボットという機械工学の分野と、機械学習という情報の分野ですね。この分野をどうやって融合させるかというのが、一つ大きな難しいポイントになってきます。もともと非常に独立性の高い2つのテーマですから、専門性の違う人たち、学生さんも先生方もそうですけれど、そういった人たちをいかにまとめ上げて、1つのシステムを作っていくか、これは日本だけではなくて世界的に見ても難しい、課題というふうになっていると思います。早稲田大学の面白さというか強みというのが大きく2つあると思ってまして、一つは非常に野心的な研究がやれるんですね。私学の強みというんでしょうか、すぐには認められなくても面白いと思えばやれる。最初に人型ロボットを作ったのは早稲田大学なんですけども、これもまさに普通の大学ではなかなかできない、人間型の機械を作って何の役に立つんだと言われてしまうわけですが、それをまさに私学の自由さというものでできると。同時にもう一点、あるとするならば、社会に応用するという時にも非常に近いイメージがあります。その早稲田大学は卒業生多くいますし、実際に企業さんで、そういうロボットの活用されている方々がいっぱいいますので、こういった新しいアイデアが出てきた時に、それを実際の実用化につなげるという時の出口が、いろんな出会いのチャンスですね、そういったものが非常に多いなというのが、早稲田大学にいる魅力かなというふうに思います。産業技術総合研究所、人工知能研究センターというところに今いるわけですが、今この撮影をしているこのスペースというのも、これはもうロボット AI のためだけのスペース、このビルディングごとそうですけれども、やはりここに来て、海外の先生方も含めてですけれど、 AI ロボットに関わるさまざまな研究者の交流ができるというのは最大のメリットです。こういった広いスペース、また予算を使って、研究を集中的に行っていけるというのは、大変ありがたいことだというふうに思っています。今私がやっている、AI とロボットという研究テーマ、これは実にいろんな人たちとの共同が必要になります。実を言うと、理工系を超えて分離融合ということがまさに求められる分野なんですね。ぜひ興味のある方々、分野を問わず、ぜひ AI ロボットというキーワードに目を向けていただいて、我々と一緒にやっていただけたらなというふうに思っています。